こんにちは。1月26日から楽天モバイルは工事不要でコンセントに挿すだけで自宅に Wi-Fi 環境を構築できるホームルーター専用プラン楽天ターボを始めました。本日はホームルーター楽天ターボと私の感想をお伝えしたいと思います。まずはじめに楽天ターボに関するお知らせと楽天ターボのサイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらは楽天モバイルのプレスリリースになります。 楽天モバイル1月26日木曜より 5G 対応のホームルーター専用料金プラン楽天ターボと多様製品楽天ターボ 5G を順次提供開始データ容量無制限で初回お支払いから3年間は月額3685円契約事務手数料0円楽天モバイル株式会社は 4G 及び 5G の楽天回線エリアにおいて 工事不要でコンセントに挿すだけで自宅に Wi-Fi 環境を構築できるホームルーター専用料金プラン楽天ターボを本日2023年1月26日木曜より順次提供を開始します。本プランはデータ容量無制限で Wi-Fi をご利用いただけます。また本プランの専用対応製品である 5G 対応ホームルーター楽天ターボ 5G を同時に発売します。なお先行して 楽天モバイル公式サイトでの申し込みを受け付け、今週には楽天モバイルショップにも拡大し、本格提供を開始する予定です。本プランの提供開始となるキャンペーンの適用により、初回のお支払いから3年間は月額3685円税込み、契約事務手数料り0円でご利用できますとなっていますね。楽天ターボについて、本プランは専用対応製品の楽天ターボ 5G を使って、 Wi-Fi 環境を簡単に構築できるため、自宅での光回線の開通工事が難しいお客様や、引っ越し先ですぐに Wi-Fi を利用したいお客様が手軽に高速なインターネットをご利用いただけます。なお、データ利用量の上限がなく、無制限でご利用いただけるため、自宅での動画鑑賞やリモートワークなどに便利にご利用いただけます。また、本プランの提供開始と同時に廃止するキャンペーンの適用で、プラン料金が3年間月額3685円税込み、 5年目以降は月額4840円税込みになるほか、1回戦目のお申し込みについては3300円税込みの契約事務手数料が0円となります。本プランは本日より楽天モバイル公式サイトにて新規申し込み受付を開始します。楽天ターボ 5G について。楽天ターボ 5G は 5G 対応のホームルーターです。楽天ターボ対応の楽天回線エリアにおいて Wi-Fi 環境を構築できます。また最大接続数は128台で Wi-Fi6 にも対応しており、 同梱の QR コードを読むことで多数の機に簡単に接続することが可能です。なお、色はホワイトで屋内での様々な利用場所に馴染みやすいコンパクトなデザインです。えこちらがホームルーターですね。仕様ですけれども、製品名が楽天タオー 5G。通信速度がこちらですね。LETE の時と、あとサブ6ですね。5G の場合ですね。で、SIM はナノシム。クライアント 最大接続数128台。サイズは 148×110×110mm。重さが 774g ですね。有線ランは1000ベース T と100ベース T と10ベース T ですね。有線ラン規格、伝達速度 b、1GBPS。ンポートは2ポートですね。 無線 LAN 規格が IEEE の 802.11ABGNACAX。無線 LAN 周波数は 2.4GHz と 5GHz。無線 LAN の使用チャンネルは 2.4GHz が1から13。5GHz が36から64と100から144。最大消費電力が 14W。入力は AC100 から 240V で 5060Hz。色はホワイト。付属品は AC アダプターと LAN ケーブル。 クイックスタートガイドとパスカードですね。え提供開始日と製品価格。提供開始日は楽天モバイル公式サイト2023年1月26日の木曜日午前9時から。店舗は未定。後日楽天ターボを紹介ページに掲載予定。楽天ターボのプラン料金ですけども月額4840円税込み。楽天ターボ 5G 製品価格は一括払いと41580円で税込みですね。 あと、48回払いと24回払いがあります。そしてこちらにですね、楽天ターボの紹介ページがあります。そして、お得なプラン料金のキャンペーンとして、えー、キャンペーン期間、楽天モバイル公式サイト、2023年1月26日木曜日午前9時から終了日未定。店舗は未定ですね。特典ですけれども、 プラン料金の支払い開始当初から3年間月額3685円税込みとなり4年目以降のプラン料金の月額4840円と比較して月額1155円お得となりますとなっていますねここに、えー、キャンペーンルールがありますね、えー、契約事務手数料無料キャンペーンキャンペーン期間は楽天モバイル公式サイトは2023年1月26日木曜日午前9時から終了日未定店舗は未定ですね特典は3300円の 契約事務手数料ゼロになるということです以上ですす以上こちらは楽天ターボを紹介しているサイトになります工事不要すぐに使えるお家のの Wi-Fi 楽天ターボこちらが本体ですねコンセントに挿すだけ、えー、常時開催キャンペーンでダブルでお得最初の3年間は1155円 月、お得。4年目以降との比較ですね。3年間プロの料金が月3685円となります。4年目以降が4840円ですね。事務手数料をなしたからお得。契約事務手数料は0円ですね。製品代ベッド。製品代が41580円になります。そして、えー、通信速度や製品にご満足いただけない場合は、返金返品も OK になっていますね。えー、その場合ですね。製品 着火からあ8日以内に申告いただき30日以内に当社へ製品の変装が必要となっていますね。設置も簡単、気軽に思うぞう分お家の Wi-Fi。工事なし、コンセントにさすだけ。お得なプラン料金。ファーブ自体をデータ無制限。楽天ターボ、利用までの流れですけどもこちらになってますね。ステップ1でお申し込み前に対応エリアを確認。ステップ2でウェブサイトから申し込み。 ステップ3で製品を受け取り、ステップ4でコンセントにさして Wi-Fi を設定ご利用開始となっています。あと、こちらはよくある質問ですね。あとは、これはキャンペーンのルールが書かれています。以上です。いかがでしたでしょうか 楽天ターバはソフトバンクエアや au ホームルーター 5G と似たようなサービスです。ルーターをコンセントにさせただけで簡単にネット環境が作れますし 5G なら高速な通信環境にもなるのでいいですよっていうのが売りですよね。でも通信料金が高いんですよね。楽天モバイルは大手キャリアよりも通信料金を安くして顧客を獲得しようとしていますけどそれでも高いです。 私は今、スマホと Wi-Fi ルーターを利用して自宅の固定通信化をしていますけど、この方法の方が通信料金がだいぶ安くなります。大手キャリアも楽天モバイルも無知な人に高い通信料金を吹っかけているとしか思えません。個人的にはこういうホームルーターの通信プランはお勧めしませんね。これならまだ光通信の方がいいと思います。あなたは楽天ターボについてどう思ったでしょうか本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。